鍋屋上野浄水場は愛知県名古屋市畜作区るの腰町にある名古屋市上下水道局の浄水場。名古屋市に浄水道を付設するにあたって最初に建設された浄水場で1910年5月に着工、1914年3月に竣工し、同年9月から給水を開始した。犬山市の犬山取水場から取水した木曽川の水は観測路下系は カスガイ市の鳥居松沈電池を経て、鍋や上野浄水場まで自然流下で送られている。急速、ろ過計は基礎川の取水口から鍋や上野浄水場に直接着水する。処理された水は東山排水場やイノシシ排水場などを経由し、名古屋市内へ給水されている。浄水施設として、水道創設当時から3期にわたって拡張工事が行われた。 観測路過系統に加えて、1934年に設置された急速路過系統がある。1987年から1998年にかけて、設備棟や本館の建設に加えて、施設の更新を行い、1日の最大処理能力は29万立方メートル。2010年度からは、東山管理事務所の廃止。 統合に伴い市内各所の排水場の連携運転もここから行われている。また観測路価値については14位てあったものを総面積、処理能力はそのままで1 0日とする全面改修工事を2010年6月から行っており2013年12月の完成を目指している。水道施設であるため通常は敷地施設内への立ち入りが規制されているが 毎年6月の水道週間に合わせて行われる水フェスタの1日のみ、敷地内一部について一般開放が行われる。第1ポンプ所と第2ポンプ所鍋や上野浄水場が給水を開始した1914年9月、当初から運用された送水ポンプ所でイギリス製のレンガを用いてヨーロッパ古典気の様式にバロック様式を組み合わせて作られている。 1992年まで稼働していた。1985年に日本水道新聞社主催の近代水道1 0 0選に選定。1989年には名古屋市都市景観重要建築物等の第一回指定物件となっている。また、2006年には毎日新聞社の記念事業としてヘリテージング1 0 0選に選定。2012年には 2013年6月現在、耐震性工場を目的として、改修整備工事を実施している。1934年から運用された、送水ポンプ所で、鉄筋コンクリート構造、一部鉄骨構造の3階建て。2011年に、名古屋市による第2回認定地域建造物資産に認定された。水の丘通水80周年を記念し、浄水場南西部、 愛知県道215号でもみ、名古屋線と愛知県道30号、関田名古屋線の交わる谷口交差点に面した一角に置かれた小規模な公園。敷地面積は1200平方メートルで、鍋や上の浄水場の敷地内では最も高い位置にあることから、ここから沈殿池など浄水場を一望できる。浄水場で使用していた石積みやトーマルのほか、 沈電池から回収された砂、泥を元にしたレンガなどを使って作られている。浄水場から東山海水場までを結ぶ天馬、通添の総水路敷地の地表部分には、基礎川を模した人工の小川が設置されている。ありがとうございます。